春ならではの旬の味、柔らかくて甘みの強い新玉ねぎの美味しい季節です。蒸し料理にすることで甘みがさらに引き立ちます。新玉ねぎの蒸し物をご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず新玉ねぎは8から10等分のくし形切りにします。絹さやはヘタと筋を除き斜め半分に切ります。鶏もも肉は一口大に切ります。塩コショウを振り材料 A で下味をつけましょう。耐熱皿に新玉ねぎを並べ鶏もも肉をのせます。蒸気の上がった蒸し器で8分から10分蒸します。竹串を刺して肉汁が透き通っていれば蒸し上がりのサインです。鶏もも肉に火が通ったら絹さやを加えて蒸し上げましょう。蜂蜜がお肉を柔らかくし上品な甘みをプラスした美味しい一品です。ぜひお試しください。